白石一万高氏10月24日から1961年11月16日は日本の海軍軍人。太平洋戦争海戦時の第2、艦隊参謀長として南方攻略戦や第三次ソロモン海戦など第7戦隊司令官としてマリアナ沖海戦、冷凍機沖海戦を戦った海軍中将である。艦長を務めた従順洋艦、古高愛媛県出身。 海軍兵学校42期、同期生に大西晋三、三野平久志、小柳富津倉がいる。白石の席次は117名中21番であったが練習艦隊において高成績を収め、1915年の小委任幹事の席次はかなりの程度上昇した。初級士官配置を終えた後、水雷学校高等会進み水雷専攻士官となる。白は 主席で卒業し、軽巡洋艦、天竜水雷町、駆逐艦、畑風艦長、第一水雷戦隊参謀を務めている。当時の第一水雷戦隊司令官は、水雷戦術の権威であった、有地十五郎であり、白石氏は約2年間補佐している。この対横須賀海軍航空隊夫として、戦艦、岩見に対する飛行機による爆撃実験の委員、 海兵51キラの練習艦隊参謀を歴任した。1925年海軍大学高校修学生となる。当時の校長は実践派で、水来戦術の大家であった大谷光志郎で、教官には島田茂太郎、下村昭介、寺本武春らがおり、同期生には高木総吉、石川慎吾、各留を、大杉森和などがいた。在校中、 大正天皇の体操があり、白石ら学生は創列係を務めた。この海大25期は20名の学生すべてが召喚へ進級した珍しいクラスであったが、5名が戦士、1名が法務士となっている。卒業後は、官政本部員、軍務局員など海軍中央での軍政配置を経験した。中佐よび大佐時代の初期は中米海軍部参謀。 海外教官、公安院政務部第一課長を経て、第一艦隊第六戦隊小族の従順洋艦、古高艦長に干せられた。副長は、真泉春夫である。戦艦、霧島艦長を経て、1941年8月30日、日本海軍の前進部隊である、第二艦隊参謀長に就任。同年10月には少々へ昇進し、太平洋戦争を迎えた。 第2艦隊は、海戦壁島の南方作戦の責任部隊であり、南図海艦隊が協力する陸軍のマレー攻略作戦、第3艦隊が協力するフィリピン攻略戦の全般支援という役割で海戦を迎える。問題になったのは、大本営、連合艦隊のレベルで陸軍が後どいに至らなかったコタバル上陸作戦及び、イギリス東洋艦隊に属するプリンスオブウェールズ。 レパルスの2戦艦の動向である。第2艦隊は、イギリス軍飛行場に近いコタバルに上陸することに、同意しておらず、海軍側の協力方法は、実施部隊の南遣い艦隊に委ねられた。上陸部隊は輸送船、淡路山ママルなどの船舶に被害を受けつつも、匠博氏率いる陸軍部隊の迅速な飛行場占領により、成功裏に終わった。続いて、 イギリスに戦艦の出撃を迎え、小沢は野戦による攻撃を起としたが、第二艦隊は中止と北上を命じている。白石はその理由について、イギリス海軍がレーダーを装備している情報があり、夜間に視界不良の中での戦闘は不利と判断したと述べ、また、第二艦隊司令長官、近藤信武は、南遣い艦隊が自分の指揮下で野戦の訓練を行ったことがなかったと。 述べている。第二艦隊首脳は夜明けに航空攻撃を実施し、その後の艦隊戦闘を予期していたのである。未だ運動中の戦艦を航空機によって撃沈した前例はなく、またこの戦闘に敗れれば、マレー半島に上陸した山下智之率いる陸軍部隊は敵中に孤立するのである。従順主体の第二艦隊は重大決意を持って、 イギリスに戦艦との対決に臨んだのである。しかし、イギリス艦隊は南化したため快適することはなく、後に一式立候を主体とする航空部隊によって撃沈された。ガダルカナル島に赴く砲撃部隊。手前から第二艦隊機関、アタゴ、タカオ。最後方の霧島は白石が艦長を務めた艦であった。この後、第二艦隊は、 ミッドウェイ等攻略部隊として、ミッドウェイ海戦に、第三艦隊の前衛部隊として、第二次ソロモン海戦、南太平洋海戦を、また、ガダルカナル島砲撃に向かい、連合国海軍と第三次ソロモン海戦を戦った。この間、白石は近藤を補佐して、歴戦の日々を送り、1943年7月まで参謀長の任にあった。海軍大学校教頭として、 陸上勤務に就く者のの戦区は悪化の度を加え、翌年3月には第7戦隊司令官に任じられる。この部隊は熊野、鈴屋、トネ、ね、チクからなり、かつては帝国海軍の花形と謳われた高速従順部隊である。白石はマリアナ沖海戦に参戦後に中将へ進級し、続いて冷凍沖海戦を迎える。 空母航空兵力を失った日本海軍は、残された海上兵力の大部を投入したレーテワン、突入作戦を起とし、第二艦隊司令長官、栗田岳を指揮官として、実行に移す。白石率いる第七戦隊は、鈴木義雄を指揮官とする、第一遊撃部隊の第二部隊として出撃した。1944年10月25日、日本海軍部隊は、 サマール島沖合でアメリカ海軍護衛空母部隊と遭遇する。双方とも予期せぬ事態であったが、栗田は橋本慎太郎を率いる第5戦隊の従順洋艦2隻、そして白石の第7戦隊に突撃を命じた。従順6隻は全軍の最先頭に立ってアメリカ空母部隊に進撃した。しかし白石の座上していた熊野は艦首に アメリカ駆逐艦の魚雷を受け高速発揮が不能となり、白石は機関を鈴屋へ移す。すでにアメリカ空母の艦載機による攻撃が始まっている中での探偵による移動であった。しかし、鈴屋もすでに航空攻撃により損傷を受けており、白石は攻撃に向かうことはできず、航空攻撃を受け続けた。帰化の、千くま、は攻撃に向かい、空母、 ガンビア米撃沈に貢献したが、チクマは撃沈された。トネは、ハグロと共に護衛空母軍を追い詰めつつあったが、第二艦隊司令部の集合命令により攻撃は終了した。白石は健在であった。トネに異常したが、迎えた艦長は、かつての副長、真ゆずみ春夫であった。鈴谷は沈没、熊野は、マニラへたどり着いたが11月25日に撃沈され、 第7戦隊は、トネのみが日本に帰還した。その後の白井氏は、運輸通信省船員局長を経て、大本営海軍部府として、終戦を迎えた。日本海軍士、P268、海軍兵学校遠隔、海軍生活砲団 P144、日本陸海軍総合時点 P640、自伝的海軍始末期 PP62 から66、 艦長たちの軍艦誌、P-89、連合艦隊作戦室から見た、太平洋戦争 P-25 ハット AB、太平洋戦争名称優勝相欄、細木和時、近藤信武。ありがとうございます。